牧原船と出し三台が引き回される大野祭り大野祭りは愛知県と小鍋市の北部に位置する大野町の祭礼。例年5月3日4日の2日間行われる。当時、大野は鎌倉時代から繁栄したと伝わり、地帯半島の他地域に比べてもかなり早くから栄えた町である。江戸時代に入り、この町の主な産業の一つであった醸造においては、 半島内で最初に行われ、海運業においても多くの地域を結ぶ主要な港としても栄えていた。さらに高度のもたびたび訪れる徳川家や名古屋とも縁のあった、この町には、北半島でありながら、他の地区のような、北型ではなく、名古屋型の出汁が引かれるようになったと推測される。床滑市に合併した現在も、大野は、かつての町割を引き継いでおり、高須が、 橋爪、ずめ、十王、丹ん、上砂う下砂たんや、市場の八つの町に分かれていて、それぞれ、長大と呼ばれる代表者によって仕切られている。また、その各町の中でもさらに細かい町名に分かれている。祭礼で栄光されるお車は、高須菅町、からこしゃ、は町、紅葉社、十王町、梅めさかの三両があり、ごん町の牧きわら船、け丸とともに、 祭礼の中心となっている。また御腰や子供自死を出す町もある。祭礼日は毎年5月3日に良い神楽、ら、4日に本楽が行われる。漢方元年建造。北半島の中で現在祭礼で惹かれている。お車としては最古と思われる。からくり人形は前棚に木振りから子、最後部に大将のエンドローその前では2体の人形が肩車をし、 そこから、松の木へ移って、木に下がった太鼓を叩く所作を行い合計4体が乗せられる。すべてツっや陶吉の作。全体に見られる、松の彫り物は後年追加されたと見られるが、名工、瀬川地助主義光の手によるものである。ちなみに、松はこのお車の一つのシンボルとなっている。水引幕は森工賀の主体による鳩群飛。内紙は、 町内の小倉神社、文久三年建造。先代は、天保六年に創建。その後売却された隣町、西の口にて、西、宝社として、現在も引かれている。随所にあしらわれた、瀬川寺スによる彫刻を見てもわかる通り、このお車のシンボルは、社名の、紅葉である。からくりは、全4体乗せられ、前棚に、木振りからコ、最後部に、 大将の豊か太鼓、その前で太鼓を叩く中から子、木の上で逆立ち仕金を裁く子柄ら子の編成となっている。また、このお車には各所に、源氏公の門があしらわれ、高貴なイメージを醸し出している。水引幕は、北吉見道下への鶴。宇治神は、町内の風の旧車。河栄岩元,元建,建造。仙台、栄勇者は、 天明5年から6年に創建されたが後に売却。直後に、当時575両を投じて、名古屋の名工たちが手掛けたお車が、現在の梅栄社である。学問の神様、菅原道真を大正座に座らせ、前棚には、木振りから子、冗談では横笛を吹く同時とそれに合わせて、武学、乱王を舞い、瞬時に面をかぶり変身する面かぶり、道士の、 計四体が操られる。このお車のシンボルは、文字通り、梅。全幕には、江戸から洋派の王屋で、幕末三府での市川米安による、十王朝の文字、水引幕は金紙をふんだんに使った唐織金、食行金乱と戦術の乱、両王や梅と合わせて、東や中国に憧れつつもついに渡ることのできなかった、菅原道真に向けてあつらえたと思われる内容である。 ちなみに、大正人形も、塔へ渡った時の姿を想像しもして作られた、徒東天神像である。氏神はかつて大野にあったが、現在は宮山へ先座した天魔社である。県丸安政2年以前に創建され、以後祭礼に出されてきたが、昭和34年の伊勢湾台風で、壊滅的な被害に IQ 死状態続いていた。しかし、町民の熱望と努力により、 何とか残すことができた先代のヤグラと提灯の差し込み台座を利用し昭和63年に見事復活を成し遂げた。新柱には1年の月を表す12個の赤い提灯を台座には半球状に並べられた日数を表す365個の提灯をつけて川もゆったりと流す。なお半球状の365個の提灯はこの地方では 珍しく回転させることができ、祭礼ではお囃子に合わせて環球をつけた回し方で喝祭を浴びている。櫓の形は産業のお車と同じく前棚のついた名古屋型となっている。宇治神は町内の江崎社。ありがとうございます。